右バッターボックス。さあ163と当たります。このシリーズはちょっと強振が目立ちます。バッターボックスの古田戻ると思いますけどもね。そうですね、あんまりにも変化球、この渡辺久信打ちに行こうかなと思うとボール見逃しとストライク、非常に的が絞りにくいと言っています。ですからヤクルトとすればね、フォアボールをもらってゲッツーというのが最悪の状態なんですよ。はい、今まさしくそれでした。こういうことになりますと渡辺が思うようなピッチングをしますからね。油断をしたらすぐに逆転されかねないと言っていました。三遊間です。サード横飛び、体勢を立て直して一塁に送ります。試合が2回の裏、ヤクルトの攻撃。どうですか。まあでも一息はつかないでしょうね。そうですか。突然このピッチャーというのは崩れるタイプですから、はい、話すとこの今日の先発の両ピッチャーはもう本当好対照ですよね。一人はコーナーへこう丹念について投げる伊藤ですけれども、渡辺の場合はもう力いっぱいど真ん中に投げていくタイプでね、はい、まあ、そういう本当ボールボールときますのでね、はい、あの間が長いとね、どうしてもあの、ま、守ってる人間がねすごく長く感じるんですよね、はい、しかしあのどん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 投げますとね、第一戦工藤からのスリーランが効きました。慎重です。パウエルのカウント1エンド2です。ワンアウトランナーがありません。ほっぺたを膨らまして渡辺下の落としました。非常にあの目立つんですが、池山が追い込まれますとこうノーステップ気味で打ったりいろいろ工夫してますね。そうですね。ただ単に、まあ、場面場面に応じてね、はい、その使い分けがこうできるようになってきましたね。今は足を上げます。ライトバック、ライトバック、なおバック、平際だ、平について取りました。先頭バッターの畑ですね。まあ、もちろんあの信用がないということはないんでしょうけども、はい、手堅くやっぱ悪くなったらすぐ変えようというね、そういう形を作ってますよ、はい、欲しいですね、はい、守りに行ったら悪いところが出てきますからね、渡辺は。そうですね。トゥートゥーです。元カープにいたんですけども、もう本当ね足の爪ので藤本の場合に非常に顕著だったんだけども、はい、初球をストレートで取ってきた。ランナーがありません。最後はズバッとストレートできました。